こんばんは、入山亜希子です。9月9日金曜日、入山亜希子のつれつれ日記。今日は9月の9日重陽の節句、そして九九の日、もう一つついでに入山亜希子誕生の日でした。今日はたくさんの皆様からお祝いのメッセージを各 SNS からもいただいたり、LINE だったりメールだったり、皆様からお祝いの言葉がたくさん聞けて、とても幸せな一日となりました。事務仕事を進めながら郵送をして、そして今日は、事務所の社長、増田社長と、あとは、どうしてもちょっとお会いしたかった、ご紹介したかったスカーレットママさん、牧野和恵さんと、一緒にコーヒーを飲ませていただきました。さあ、それではまたこの後はバースデーのお祝いコメントをいただいた皆様にお一人ずつお返しをしなければいけないなと思っています。今ちらっと見たところ、370名くらいの方、そして裏のメッセンジャーの方でも200人弱ですかね、そのぐらい、ちょっとお返事をどうしようかなと今考えているところです。ぜひ皆様気長にお待ちください。必ずお返事を差し上げたいなと思っています。さあ、それでは、昨日のコメントにお返事を返します。早瀬慎吾郎さんはスタンプいただきました。沖島晴美さん、お疲れ様でした、誕生日ですねと書いてあります。素敵なメッセージが届くことでしょう。今日本当にたくさんの方からメッセージが届いて感激したところですよ。晴美さんも元気にお過ごしくださいね。もう一度会えないかなと今画策中です。アバターがハートがいっぱい出てる可愛いアバターですね。中垣さんはお誕生日のおめでとうをくださいました。このおめでとうという赤字なんですけど、押すとこの風船が出るんですよね。すごい仕掛けだなと思ってます。中垣さんはお誕生日おめでとうございますに、これにですね、お寿司をつけてくださいました。お写真を、お寿司のお写真があって美味しそうですよ。駅中さんです、お誕生日おめでとうございますと言ってくださってます。元気笑顔で頑張りましょうね、水分補給を忘れずにということですね。赤いお花の写真をいただきました。山木さんはスタンプをいただきます。誕生日おめでとうスタンプです、ありがとうございます。伊藤さん、お誕生日おめでとうございます、素晴らしい一年にと、バラの花束の写真をいただきました。金崎真紀子さん、いつも健康に気をつけて元気と笑顔で新曲がたくさんの皆さんに届きますようにと、嬉しい応援メッセージいただいてますね。アバターがハッピーバースデーと祝ってくれています。真紀子さんいかがでしょうか、お元気ですか。私はとても元気に過ごしています。今日日中ちょっと暑さのためか、疲れたなという感じがあって、座りたいなと思ったので座れるところを探して、とりあえず体を休めて、それからは元に戻りました。少し夏の暑さが戻ってきていますので、疲れやすいかなとも思います。体をご自愛くださいね。お体大事になさってくださいね。さあ、そして満月てるおさんです。 FM チャッピー2週間分でしたねと。10日が十五夜ですが、秋の気配も感じるこの頃、明日が十五夜、見れますかね、どうでしょう。川村節子さんもいただいてます。お誕生日おめでとうございますと。節子さんお元気でいらっしゃいますか。節夫さんもお元気でいらっしゃいますでしょうか。さあ、そして加藤昌司さん、おはようございますといただきました。それから牧野明道さんです。9月9日お誕生日おめでとうございます、いただいています、ありがとうございます。さあ、そして土曜日みんなでチャットで楽しみながら聞けますね、チャッピー楽しみですとおっしゃっていただいてます。一日元気笑顔で頑張りましょうという、いつもね励ましてくださっています。私もその倍返しで明道さんとか皆様に元気を差し上げられるといいなと思っています。ケーキを持ったアバターが秋光さんで、
風船も持たれています。森沢たすけさんです。たすくさんです。誕生日おめでとうございます。いっぱいスタンプを押してくださったのと、素敵なあのお花の写真もいただきました。ありがとうございます。塩田さんはポイント10倍のオファーが来ましたよ。ポイント10倍は大きいですね。松崎末子さん、今日も一日お疲れ様です、頑張ってくださいといただきました。末子さん、ありがとうございます。田中幸恵さんです。ワンちゃんのスタンプをいただいております。花山愛子さん、9月9日お誕生日おめでとうございますが来ました。花山さんもいつものゴルフをなさったり、こういう環境を深めながらネットワーク作りすごいなと思いながら見ています。二見さんです。お誕生日おめでとうございます。素晴らしい一年を振り返って願っておりますと書いてあります。嬉しいです。ケーキのスタンプいただきました。森沢隆さんです。誕生日おめでとうございます。チャッピーの収録が楽しみですといただきました。スタンプであのバースデーケーキがありますね。ありがたいです。ありがとうございます。髪の毛がこう伸びてきましたね。ちょっと目にかかると鬱陶しいですね。西山秀子さん、誕生日おめでとうございます。素敵な人よ一日をお過ごしくださいねとあります。人よではない。金崎よしえさんです。おめでとうございます。ますますご活躍をと書いてくださいました。ブラジルの皆さんが必ず書き込んでくださいますね。遠くてもつながってる感じがします。一宮さんです。あきちゃん誕生日おめでとうといただきました。ありがとうございます。山崎千佳子さんです。あ、先日札幌でご一緒したあずさ千佳子さんですね。誕生日のおめでとうコメントをいただきました。嬉しいです。これからも素敵な歌をということで、お互いに頑張っていきたいですね。森沢さんが千葉の成田からお花の写真いただきましたよ。嬉しいですね。山川よし子さんはお誕生日おめでとうございます。なんか泣いてますよ。赤玉ねぎみたいなのが泣いています。なぜ泣くのですよね。さあ、それからアメブロにコメントを返したいなと思っています。野良猫にゃんにゃんさんです。こんばんは、お誕生日おめでとうございます。救急の日がお誕生日、看護師になるご縁だったんですねとあります。ねえ、小学校の時、中学校の文集でしょうかね、将来何になりたいというところにナイチンゲールになるわって書いてましたね。そういえば、明日は中秋の名月ですね。天気どうかな。まあ、お月様見れるといいですね。お団子を食べながら、満月を眺めながら、タヌキとキツネも月を眺めるのかなと書いてあります。タヌキとキツネはどうでしょうか。ちえちゃんです。お誕生日おめでとうございますが来ました。嬉しいです。みこさんです。あこさん、お誕生日おめでとうございます。誕生日はご両親に感謝の日ですねとあります。本当そうなんですよね。ありがとうございます。まあさん、あっこさん、お誕生日おめでとうございます。 FM 伊丹ハッピーモーニングでお便りリクエスト曲採用でしたよということで、私も聞かせていただいておりましたが、もう皆さんが熱いコメントを、そしてそれを沢さんが拾い上げてくださって読んでくださいましたね。ありがたいですね。さあ、それからつくし二郎さんです。あきこさん、おはようございます。誕生日おめでとうとあります。もう あっち行ったりこっち行ったりしてるので、驚くばかりですと書いてあります。あっち行ったりこっち行ったりしながら、でも楽しみながら、旅を続けながら歌い続けたいなと思っています。私らしくですね。ありがとうございます。さあ、そして YouTube にお返事を返したいと思います。たくさんコメントいただいておりますね。西山秀子さん、お誕生日おめでとうコメントです。そしてご主人様の京一さんからも、恐縮ですがお誕生日お祝いのメッセージをいただきました。ありがとうございます。カラオケステージ、そらさんだ、久しぶりです。年齢を重ねるたびに素敵なと書いてくださいました。もう素敵なね、先輩方がいらっしゃるので、おしゃれしながら楽しんで年齢を重ねていっ
して年相応の年齢相応の幸せを見つけたいなと思ってます。これからも応援よろしくお願いします。田中マーガレットさんです。入山明子さん誕生日おめでとう、ますますご健康で新曲発売楽しみにしてますといただきました。しっとりと艶やかです。マーガレットさんにぴったりではないかなと思っています。ぜひよろしくお願いします。入山明子施設応援隊さんです。お誕生日おめでとうがここにも来ました。嬉しいです。チャッピーの収録は、放送を楽しみにしていますということで、明日がつながる土曜日になっています。そして黒沢由美さんです。お誕生日おめでとうメッセージが入っています。忙しい中ありがとうございます。ふぶきさくらさんです。2週分収録お疲れ様でした。なかなか出先で FM チャッピー聞くことができなくてごめんなさいね。先週はしっかり聞きましたよ。また聞くようにしますね。1泊2日良いですねといただきました。お誕生日おめでとうございますと鋼チャンネルさんからも来ましたよ。明日の FM チャッピーは新曲1泊2日ゲストの光ハートケア北さんのお話と楽しみにしていますよ。盛りだくさんでお届けしますね。2週にわたってです。重なる部分もありますが、ぜひ皆様に興味を出していただいてご連絡をいただきますと助かります。りょうぎんかおるさんはダムチャンネル演歌見てきましたということで貼っててくださったんですね。ありがとうございます。動画の編集がとてもお上手でらっしゃるので、私もちょっと習いたいことが多々あります。さあそして、ふぶきさくらさん、今日もカラオケ店に行ったのですが演歌3曲入れないと見れないのですね。月曜日まで行けるかな。9月の12日まで有効です。クレイジージジさんです。さあそれでは、カバー曲ですが大塚白道さんの歌をできればお願いしますみたいなねコメントでした。それでは皆様良い夢を。おやすみなさい。名人になると違う